せーの。はい、ちゅうことで今回は久々に6人村やっていこうかなと思います。人狼、はい、人狼確認してください。よくあるやつ。人狼は目を開けてください。あの、裏ネースやってもらうことってできますか？人狼は人を殺してください。俺がか、やってみようか。思い切って5番のやつに、5番占ったら白出たって言ってくれればそれで大丈夫だから。了解、任せておけ。お願いします。いや、意外といけるよ。もしかしたら破綻するかもしんないけど大丈夫。八代さんは多分ね、その辺は何とかしてくれるような感じがするんだ。いけると思うよ。朝が来ました。よろしくお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。あ、俺から。あ、どうもどうも、ちびまる子ちゃんのさくらひろしです。頑張って。1週目はとりあえずみんなの話を聞いて、2週目からなんか自分のなんだ、あの、何やってるとかね、いろいろ言えばいいんだろ。多分そういうことだよね。あとなんかいいことあるのかな。いつもほら魔女がいるだとかだけど、今回のこの6人ってのはあんまりやったことねえから勝手がわからねえや。まあうまくいったらいいよな。みんな頑張ろうぜ。5番、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。発言してください。なにわの高校生探偵、服部平次名探偵コナンから来ました。どうぞよろしゅう頼みます。村人陣営です。まあせやな、4番のさくらさんに関してなんやけども、まあこの村って、まあ、6人村やから、まあ、2人占い師出てくるかもしれへんねん。で、片方は必ず人狼が出てるわけやから、どっちか占い師の方、こっちが偽物なんちゃうかなっていうことを2週目に言った方がいいと思うでっていう。で、まあ、真の占い師はな、失言やとか、あと発言の捏造やとか、あと発言を全く聞いてへんとかっていうことは絶対ないようにな。あと、発言終わってる人たちの印象でもいいから、ちょっと言っていこうかっていう話。な、カイト君よろしく頼むで。めちゃめちゃ圧かけてくるやん、もう。なんか人狼みたいじゃん、豊さん。発言してください。え、どうも、バイトロメだって。そうだってな、4番と5番が、村人陣営で。で、まあ、俺らも村人陣営だって。なので、1番から、3番までに、占い師が出るだっぺな。あ、そうだっぺな。まだわかんないんだっぺが、5番が、すごい喋ってくれたので、なんか、村人っぽいなと思っただっぺ。まあ、そうだっぺな。まあ、オーダーめっちゃ久々やるだっぺが。まあ頑張るだっぺよ。よろしくだっぺ。なるほど、なるほどね。のプレイヤーは何もなかったです。発言してください。はい、一番さん。ということで、江戸川コナン探偵だ。そうだな、服部がすごく説明してくれたが、僕も村人陣営、そして占い師だ。占った先は2周目で言うとするか。あとは2番3番どちらかがきっと言ってくるが、さあみんなはどういうふうに判断するか。ただ言えることは、ちゃんと僕は占ったが、2番3番は占っていない。それ以外は占っているということは言っておこうか。さあどうする、人狼さん。2番のプレイヤーは発言してください。お、なんだ、ちょっと特殊な感じになっていってっけど、1番さんが、1番のコナン君が、占い師使用してて、とりあえず占い先は伏せとこうかなっていうことだな。で、4番のヒロシの父ちゃんが、占い師用で5番にしろっていうことだな。なるほど、そういうことか。なんか俺個人的にはさっきのその5番の平次が、いろいろ説明して、なおかつ最後に6番に圧掛けしてるっていうのが、村人だったとしたら、まあ、なんかすげえその、6番に対しての圧掛けもしてて、なんかちょっと頼りになりそうだなーって感じはしたけど、圧をかけられてるのが6番だっていうのがあったから、それを考えると、なんかワンチャンこう人狼を引いてて、6番に圧かけに行ったっていうのもなんとなくとかちょっと思ってたんだけど、4番が5番に白出してるっていうことは、4号ラインか1番とどっかっていう感じかな、今んとこ。3番のプレイヤーは発言してください。ワンピースよりノロノはズルだ。そうだな、4番のちびまる子の父ちゃんが占い師で5にしろ、そして1番の
名探偵の小僧がどこかに白か黒、そして456のどっかを占ったんだよな。そのタイミングで桜の親父が出てきた。悟空の言った通り、ヒロシが人狼だった場合、俺も45だと思う。ただ一番のコナンが人狼だった場合は12じゃねえのか。コナンと悟空のコラボはありえねえが、悟空、お前コナンにあまり触れていなかったよな。どうなんだ。まだこれからじゃねえか。村人陣営でいいつことだよな。まだわかんねえが、2周目聞いていくぞ。4番のプレイヤーは発言してください。このタイミングで当てたのかな。いや困ったよ、目の前のコナンがいきなり占い師だよとは言ってるから、話聞いて途中で打とうかなと思ったけど、いやいやこれ誘導なんじゃねえのかって思ったからよ。とりあえずギリギリまで打って打つってやったけど、これ正しいの？わかんない。あのとりあえず占い師だよ、隣占った、普通だろ。本当は目の前のやつか、あの隣をなんか調べるのがセオリーってなんか聞いたからさ、とりあえずはいつもさ、もうこの服部平次うるせえんだ、ごちゃ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 たまに黒っぽい感じするからと思ったけど、とりあえずなんかそこのコナンがごちゃごちゃ2周目で言うって言ったから、先に出しておいた方が新しいかなと思って、新しいじゃないな、信用性が高いってやつかと思ったからだよ。4号ラインって考えてもいいけど、服部刑事と桜博士こそ一番コラボはねえだろ。せやな。5番のプレイヤーは発言してください。誰も聞かへんねや、一番どこ占ったんかって話。まずそっからやろ。なんで悟空さんも3番さんも4番さんもなんで聞かへんねやっていう。わしは時間がなかったんじゃん。なんで3は6のことを村置きしてんのかもわからへんし、そして未だにチャット打たへんのか。一番はどないなってんねん。いやワンチャンあるとしたら、一番が狩人で4が占い師俺にしろで、236の中に二人狼っちゅうのが全然あるなと思ってんけど、おー占い結果言わへんのかいな。ほんなら一釣りやな、一番が人狼やな。6番のプレイヤーは発言してください。そうだってな、4が、占い師で5にしろ。そうだってな。4。なるほど、難しいことしてくるね。じゃあ、するっていうわけなんで、自分は思ったのが、一番が2周目に言うっていうのがちょっと黒かったなと思って、自分は一番に行きたいなと思って、ラインとしては僕は、2か3どっちかかなと思ってるので、まあまず1番つって、まあ俺はバリアするだっぺ、よろしくだっぺ。1番のプレイヤーは発言してください。16のラインはなくなったって言えるね。ということで、まあ服部と争うことになるか、それとも服部と組んで人狼を狩ることになるか、まあその時点で服部を占ったが、まあ綺麗に村だったな。ということは俺の中では4番人狼だね。ただ僕の発言とあと発言が遅かったのもあるから、まあ僕が釣られる可能性が高くなってきたけどね。どちらの発言を信じるかは君たちに任せるが、まあでもなぜ自信満々なんだ。慌てて僕が言ってから発言しとく方がいいかっていう理由で発言したのはどうかと俺は思ってるけどね。別に俺のこの発言を聞いてからでもよかったかもしれないじゃないか。2番のプレイヤーは発言してください。あ、そうだな。でも今456の発言を聞いてて、このまま行くんだったら普通にオラも1番でいいかなっていうのは思うから、でもそう考えると2456全員1番に行こうとしてるじゃねえか。これで3番も1番行こうとしてるってなっちまったら、割と1真なんじゃねえかなってのもちょっと思っちまうけどな。でも、さっき6番のやつも何の疑いもなしに1番のやつ釣れるっちゅう話したから、16のラインはおらねえと思うんだ。で、そうすると1黒だったら13なんじゃねえかなっていうふうにも思う。で、
4番黒だった場合が、ぶっちゃけ4、3も4、6もどっちもいけるなっていう感じがあるから、正直ちょっと迷うところではあっけどな。確かに裏に出すのは遅かったかもしんねえけど、別に4、1で見た時に完全に4の方が締めが高いっていうのはまだねえんじゃねえかなと思うけどな。3番のプレイヤーは発言してください。悟空には悪いが、俺も今日一番のコナンを釣らせてもらうぞ。コナンは一周目、村人陣営、そして占い師。確かにこれは失言じゃねえが、占い師が先に出てくるんじゃねえのか。取ってつけたような占い師の出方、そしてなぜ二周目の前にチャットを打った。ギリギリまで待ってもよかったと思う。悟空の言った通り、一音精査だったらまだ4番のヒロシの方が若干新芽はあるような気がする。コナンはいつもより動揺していたよな。ただコナンとのライン、やはり俺は悟空だと思うんだが。そうきたか。俺だけか。負けたら悪いが、これは運ゲーだ。コナンゲリー。いや、勝ったな。これは勝ちましたわ。これ勝ちましたね。今のは一番さんが、まあ、釣られるような流れになっていたところで、俺が若干一番をかばうような発言をしたりとかすると一員に見られる可能性が高いと。その状態で俺から釣ろうっていうことはまずないと考えて一番を釣らせると。完璧だぜ。一番のプレイヤーが選ばれました。あとはさすがに占い師を守るだろうから、一番変態がにしてもいいけどな。三六どっちか発言してください。さあ服部、これでもう分かったよな。俺は占い師だった。ということは4番から見えてくるはずだぜ。あとは任せたからな。頼んだぜ。さあ、どう巻き返しがなるか楽しみにしてるからな。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は、いや、これワンチャン5番守られちまうかもしんねえから、3、6どっちか好きな方選んでいいぞ。これひょっとしたら俺地紙ってありか。いや、地紙はやめた方がいいな。やめた方がいい。じゃあ3行こうか。けっ、じゃあ3番かも。これで3番、これワンチャン3守られてるとかってねえから。でも5番ちょっと奇跡せんだよな。いや、でもさすがに裏ネジ守るだろこれ。さすがに1が4いってて、2が4が2、4が2、それ怪しすぎんだろ。朝が来ました。5番放棄してるもんな。これワンチャン5騎士あるぞ。昨夜死んだのは危ねえ。3番ゲーム終了。あ、6番だったか騎士。お疲れ様です。さすがです。さすがです、ヤシロさん。くそー。いやー、正義は勝つ。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったんゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。のっ。